皆さんこんにちは。フランドゥーシのシェフ中島です。本日はアスパラガスのミラノ風を作っていきたいと思います。レシピでは公開していなかったポイントもお伝えしたいと思います。それでは早速作っていきたいと思います。それでは材料の説明をしていきます。アスパラガス、できるだけ太いものを選んでください。バター、ケッパー、少し叩いたものです。卵 L サイズ、パルミジャーノをすりおろしたもの、粉チーズでも大丈夫です。イタリアンパセリ、粗みじん切りにしたものです。粗挽きの黒胡椒、クリスタルソルト、岩塩です。オリーブオイル、白胡椒、普通のお塩です。それではアスパラガスを焼いていきます。まずはじめに油をかけます。塩の辛みを良くするために先に油を敷きます。塩、胡椒をします。アスパラガスを焼いていきます。しっかり熱したフライパンに油を敷かずにアスパラガスを入れます。火は中火程度です。しっかり動かさずに焼いていくのがポイントです。あまり動かしすぎると焼き色がつかないので、動かさずに焼いていてください。先にアスパラガスにオリーブオイルをかけることによって中のアスパラガスの水分が逃げにくくなるので、しっかり油はアスパラガスに絡めてあげてください。そうすることでよりジューシーなアスパラガスに仕上がります。アスパラガスが少し曲げれる程度になったら火が通っている証拠です。それでは一度アスパラガスを揚げます。続きましてバターソースを作っていきます。鍋にバターを入れていただいて火にかけます。ゆっくりバターを溶かしていきます。ある程度バターが溶けたら、ここからバターをゆっくり色づけていきます。このまま鍋を放っておくと周りから先に焦げてきてしまうので、フライパンを全体を揺らしながら温度を均一にさせていきます。そしてある程度色がついたら、少し湿らしたタオルの上に置いて
バターの温度を下げます。これをすることでこれ以上バターに色がついていかないので、一度上げてください。少し温度が冷めたところでペッパーを入れます。これでバターソースの完成です。それでは目玉焼きを焼いていきます。温めたフライパンに少量の油を敷きます。そこに卵を入れます。卵を入れていただいて一度濡らした布にあげます。フライパンの温度を少し下げてあげます。そして火に戻して少量のお水を注ぎます。少し水を入れることで周りが焦げにくくなるので蒸し焼き状態にします。ゆっくり卵に火を入れます。全体の白身が固まって黄身が少し温かくなったらこれで完成です。それでは仕上げていきたいと思います。お皿にアスパラガスを置いていただいて、目玉焼き、先ほど焦がしたバターとケッパーのソースをかけていきます。アスパラと卵に全体的にかけていただいて大丈夫です。そしてクリスタルソルト、目玉焼きの黄身に少しかけていただいて全体に散らしてください。パルミジャーノ、イタリアンパセリ、あと粗挽きの黒コショウ、オリーブオイルをかけて、こちらで完成です。皆様いかがでしたでしょうか。シンプルで作りやすい料理ですので、ぜひご家庭でもトライしてみてください。また焦がしたバターとケッパーのソースは魚のムニエルなどにも使用できますので、ぜひそちらも合わせてトライしてみてください。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。